家庭用版機動戦士ガンダムエクストリーム VS マキシブーストオンのプロデューサーを務めさせていただきます、バンダイナムコエンターテインメント千葉と申します。よろしくお願いいたします。制作プロデューサーのバンダイナムコスタジオ大久保と申します。よろしくお願いいたします。本作は2016年3月に稼働を開始したアーケード版エクストリーム VS マキシブーストオンの移植作となっており、2010年にアーケード版で稼働を開始したエクストリーム VS から続くエクストリーム VS シリーズの10周年記念作品となります。エクストリーム VS シリーズはですね、最大4人でプレイすることが可能な 2on2 のチームバトルアクションゲームとなっております。容器とともに射撃や格闘を行いながらモビルスーツの性能を飛躍的に向上させる切り札のエクストリームバーストを用いて戦うようなゲームとなっております。今回エクストリームバーサスシリーズの家庭用としては2015年に発売いたしましたエクストリームバーサスフォースからおよそ4年ぶりの発表になります。以前より家庭用版商品化の声を多くのお客様より頂戴しておりましたので PS4 での開発を決定させていただきました。今回皆様にどのような商品を目指して制作しているのか3つのポイントをまとめてきましたので大久保さんの方からご説明お願いいたします。はい、まず1つ目は参戦期待数になります。以前ですねプレイステーション3で発売していただきましたエクストリーム VS フルブーストにつきましては、27作品95機体が使用できました。プレイステーション4版のマキシブーストオンにつきましては36作品183機体が使用可能となっております。プレイアブルな機体は183機となっておりますが、ボスとか雑魚敵とか含めると300以上の機体が参戦するような商品になっております。またステージに関しましてもこちらアーケード版と同様のステージで遊べるような商品を制作しております。はい、2つ目となります。開発体制についてですけれども、アーケード版と同じくバンダイナムコスタジオが担当しております。アーケード版のですねマキシブーストオンをそのままご家庭で楽しめるように、またプレイステーションを4に最適化することでより快適な環境でお楽しみいただけるように開発を進めております。次3つ目ですね、こちらゲームバランスになります。アーケード版のマキシブーストオンにつきましては月次のアップデートであったりとかで機体を増やしたりとかですねバランス調整とかをちょっと行っておりました。今回ですね、家庭用のマキシブーストオンにつきましてはアーケード版の最終バージョンを移植することになっております。ですので、アーケードですね、遊んでいてくれたお客様も違和感なくプレイできるのではないかと思っております。世界中のエクストリーム VS シリーズファンの皆様に一日でも早く遊んでいただきたいと思い日々商品制作を進めております。発売と価格についても一日でも早く皆様にお伝えできるようにしたいと考えておりますので新情報をお待ちいただけますと幸いです。今後可能な限り様々なイベントに出展し集大なども展開する予定です。まずは2月6日から開催されます台北ゲームショーに集大を展開いたします。また日本ではスペシャルステージの様子を生配信する予定になります。イベントに足を運ぶことが難しい方向けにもオンライン上での体験会を予定しておりますのでこちらも情報のアップデートをお待ちください。機動戦士ガンダムエクストリーム VS マキシブーストオン、ハイスピードなアクションと 2on2 の深い戦略性という部分が売りとなっております。でチームを組んでですね戦うっていうところがありますので、友達と一緒に遊ぶもいいですし、知らない方と一緒にですね対戦とかするというのも非常にいいのではないかなと思います。またですね一人用の方も充実しておりますのでそちらの方もお楽しみにしていただければと思います。アジア地域の方ではですね、アーケードの方の展開も行っておりますので、家庭用の方もそうなんですけれどもアーケードの方にもですねぜひとも機会がありましたらば足を運んでいただきまして楽しんでいただければなと思います。ありがとうございます。多くの方々に本作を遊んでいただき次の20周年30周年という大きな節目を迎えるのが私の目標となっております。引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。バンダイナムコ